秋先取りのおすすめの参戦服シーン。シーン新芝居です。ありがとうございます。ということで今回も新芝居でご紹介していくんですけれども、はい、あのシーンさんね、いろいろこうニュースがちょっと巷で見ましたよね。出まして私たちも見まして、こちらも動画撮らせてもらってたから、なんかどうなんでしょうかって思いまして、まあ、会社の人と、あのちょっとどうしましょうかみたいな感じで相談したら、会社の方がシーンさんに確認を取っていただきまして、ね、確認取っていただいたところ、シーンさんのところでは大丈夫だったよっていうことをお答えいただいたので、結局買うか買わないか自己判断になってくるので、ご自身とご相談でということで、私たちは使っても大丈夫そうかなって思ったから今回の動画を紹介させていただくんで、靴たちですけど、私はあの自己判断ですいませんけどお願いします。はい、っていう感じで早速それではやっていきたいと思います。先に購入品をパパッと紹介して、コーデを送ってコーデを紹介という流れで参りたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ先行きますか。あ、ほんなら行かせてもらいます。じゃあまず1着目、はい、まあ、私このズボンなんですけど、かわいいそれ。いやいいですね。で最近こういうトラックパンツにリボンついてんの読みやん。確かに見る。このリボンが結構ちょっとサテンっぽいツヤツヤ系、はい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 、だからちょっとガーリン寄りなんかなと思って、足の部分がねこのビヨンってこうなんか絞れるやつ、そう絞れるタイプ、私こういうの大好きなんで、生地的にはまあ秋やな、秋用です。あ、お前しっかりちょっと少なくないね。そう、あ、あ、いいよ。いや、これええねん。うん、まあ、私もパンツいきましょうパンツ、パンツ、私はまあこんなジーンズ何個持ってんねんっていう感じなんですけど、何か見た気はするけど、はい、こちらのジーンズを購入いたします。でも色々のベージーみたいなところがあるんですけど、あそこウエストちゃんとキュッてなるからなんかお腹もいい感じでして、で色もこのなんていうの、なんか砂かけたみたいな加工なんですけど、私これシーンなんでいくつかこういうタイプ購入させていただいてるんですけど、まあ、一つ注意点は初めの何回か5、6回ぐらいかな、あの色出ます、洗濯出ますよね。白いもんだらわない、見てください、絶対に。これは結構お気に入りです。お気に入りなんですか。はい、え、ほんなら私結構下ばっかり買ってんな。なんだろう、4本下のが見たことある。え、違うの、いつもと違う点があるの、なんかわからんの、みんな。いつも私ハイウエストしか買わないんですけど、今回ちょっとわかるか、これ見ただけで。ローウエストの感じの、まあ、流行りに乗っといた方がいいかな。シーンやったよな、こっちに対しても、私似合うでこれの可愛いポイントがここにベルト2つ通るだけだな。あ、すごい、なんか独特なデザイン でなんかその写真ではこの下だけにベルト通してつけてて、ちょっとなんか普段と違う感じ、なんかちょっとおしゃれじゃない、あの子みたいな、なる感じが良さげでちょっと変わってみたんですけれども、ファインパンにもなってます。はい、次私はベルト可愛いね、赤、平成っぽい感じ。私はまだ平成の女の子ってこの前からまだ引きずってないやつ、まだ引きずってない。私はモノクロが結構多いので、うん、こういう差し色ちょっとね、あの目立ちたいなっていう時とか、まあ、ベルトから一発いっとこうかな。これライブやしな、これライブ見えるんですかっていうところではあるんですけど、これ穴めっちゃあるからめっちゃいいな。ほんまや、リサちゃんで求めれんね、これ。リサさんの赤いこやばい、あ、マジカルバナナやん、マジカルバナナ。これが何、ニュールヒール、ニュールニュールっていうやつですか。ブラックキャンディー、ブラックキャンディー、ブラックキャンディーにしました。私はこのキャンディーちゃんは結構あの何ていう、失敗してない色味、ええ色やろ。生サイズ感は結構ぴったりで良かったですよ。じゃあバーガンディーつながりで、あるよ、バーガンディーが好きなフナちゃんが好きなトップスを買いました。これね、これ一番お気に入り、カジュアルすぎひん感じ、この透けてるからちょっと色気、はい、あー、あるね、あります、ね、秋もやっぱ、めちゃくちゃお姉さん継続していきたいなっていう感じなので、まだ似合ってないよ。そうなんですよ、この若干のなんか、はい、の透け感なんですよ。シーンの仕上げめっちゃいい、めっちゃいい、失敗したことない、ほんまに。そうなんかね、まだ引きずっていいですか。そうですよ、じゃあ合わしたかったの、これにこれを、ほら見て、これまたシアーの、あ、なんか薄いトップス
と合わせてもらったりとかして、ほんで、まあ、ちょっとねデニムってちょっと夏っぽい感じって思うんちゃうかなって思いますから、これあこういう赤を持ってきてもらうことによって秋っぽくね、そう秋っぽくもなるよ、うんうん、これ可愛かったね、確かに3センいいね、マイヤリつながりっていうことで言ったらまあこれかなって、あバルーンスタート、かぼちゃ、うちらやったらかぼちゃなんて2万円になるバルーンスタート、私黒つながりねえ、まあ、かわいいよ、この形なんかようにやん、ギャルってわかるわかる、シワが気になって、うん、アイロンかけたらこれなんでやと思う、なんかあるなんか光っちゃう生地あんねん、アイロンかけたらあるんやん、だから低温とかで金具そうそうそうやってやらなかった、まあそれミナマなんだからよかったな、マナとかよかった、してみて頑張ったやん、私も私でもこれすごいのが、うん、これは別にバッグカップとかついてないんやけど、うん、ここがゴムになってて、シーンのこれ結構ちゃんと止まる、あのちゃんと落ちへん、へーもう普通にええんちゃうなあ、で気合わせたいっていうのか、そう結構でも可愛らしい感じにはなったと思う、ああそうかそうか、うん、まだ、あはい、私ラストかな、秋飛び越えて冬行ってもうた感じもするんですけど、あんたそんな色珍しいんちゃう、そうだよね、私ちょっとこれよりも明るい色だと思ったんですよ、だよね、届いてあちょっと暗いなって思った、でも着てみた、あ結構かわいい、うん色かわいい、ね、なんかこのオフショルでガン出して着る感じのやつ、私こういうの大好きなんですけれども、こんだけこうゆるっとしてるんやけど、でも別にこうずり落ちてくる感じもないので着やすいなって思います、1着持ってたら何でも活用しやすいなっていうやつで、何も考えて着れるもんな、違うね、これが1着です、で、ふなさん最後が、はい、ジャケットわないでください、うん、あここをリボンにしてちょっとデザイン、はい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 、なんか開けて着るっていうよりこうなんか締めて、これをもうメインの服でちょっと肩パッドが入ってまして、あ肩パッド私ちょっといらへんねんけど、これどうやって脱いだらいいんですか、無理ですよね、まあこれちょっとねあのデザインも変わっちゃうんでね、ここそうですよね、丈感は M にしたらよかったかなって思うんですけど、あこれ S なんですよ、そうでもまあスッキリ着れるっていう面ではこれ S でよかったかなと思うので、まあ、パパッと購入に紹介させていただいたので、あの実際にね、よく来て紹介してみせようかなって思いますんで、1着目これはまあこんな感じよ、なんかいな、うん、こうピンも綺麗に入って、あ、そんぐらいまであれんや、そう、はいはいはい、でもこれ出しててもいいかも、キュッてなるから私はいいにしてもらう、そんなんやな、でもピタッてなってくれるのありそう、でズボンの丈が分かります、私ね、健康診断で身長160.7cmですか、だからリナちゃんももうちょっとあるかもよ、だから 160.7cm のフナちゃんがこんな感じで、はい、ミーカン派でも絶対ずらへんから、あ、いい、これマジでいい、これですか、かわいい、だから159にはなったかなっていう話が、なってるかな、 159cm ぐらいの私が履いたズボンってこんな感じっていう感じなんですけども、そこのズボンがね丈感結構長いんですけど、まあスニーカーやったらちょっとずる心配もあるかもしれない、だけどさあんたこれ腕とか若干ずれてるからじゃん、ここで止まるとこでからったら、ここで止まったらピッタシかな、はい、上にジャケット合わせてちょっとなんか重たい感じで参戦したい、これ以上参戦服なんでね、そう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 と思うんですけど、そうですよ皆さん、褒めたい感じで参戦したいなっていうよりにちょっとヒップホップよりかな、確かにプロコーデじゃん、プロコーデじゃんっていう感じで、まあ私はこれがさっきのビスチェなんですけど、えこれ普通にいいよ、普通に出るくない、え可愛いよ、そうで丈は、うん、胸若干したくらいやから、こういうハイウエストのやつ、はいはいはい、着てもらった方がいいかも、でもまあちょっと一味加えたよっていう感じで、はいはいはい、いいですね、なんか触らずにますね、同じくらいけど全然違う感じにまとめられてらっしゃいますけど、これが一番のいいところ、そうなんですよ、一応チャンネルですから、いやなんか私すごいなんかハロウィンって感じで、ほんまにハロウィン、なんだかおしゃれやけど、かぼちゃかぼちゃですね、ちょっとすごいかぼちゃになっちゃったんだけど、まあかぼちゃこういうかぼちゃ配信アルコーやったらいいかなと思うんですけど、丈感じたらこんな感じ、うん、で、うん、シェガンでもこれパフメンが絶対めちゃいけない、うん、大丈夫、あ、いけるいける、いける、うん、だから上にね、なんか白いちょっとニットっぽい感じ合わせてもなんかフレンチ代わりっぽくて可愛かったです、やってくれます、やってもらいたいなと思います、じゃーグレーコーデになりました、明日もないのにまたかぶりました、こんな感じ、こんな感じで止めて
結構デザインでいい感じで、ただの黒やけど、うん、で後ろの丈感、お尻若干出てるぐらい、せやん、なんか可愛いやろ、そんだけやめっちゃ可愛い、そう、ここもちょっとキョインってなるし、はいはいはい、絞れてるよね、そう、可愛いね、で、中のワンピース、うんうん、ここでちゃんと止まってるし、スカートの丈感も結構ちゃんと綺麗なミニ、いや、可愛いな、で、パンツやった、まあ、インパンな、一言と、お差し色で、うん、これ入れたらちょっとイカ詰め系になる、上のジャケット変えたりとかしたら、あー、そうかそうか、これでもいいんだろう、こういう赤の靴とか履いてもいいやろしね、これかわいい、あー、シャラジュニアみたいに女性のヒールで骨折れてまうかな、そうなん、シャラジュニアの昔電車で女の人のヒール、ヒール小指に踏まれて小指折ったの知らん、知らんよな、もちろん、なんで知ってるね、まだ私書かせてもらう、まあやっぱりね、グレーと赤まあ秋の定番色です、靴下履いてこれ履いてるからか分からんけど、そんなにつま先がギューになってる感じもあんま感じない、歩きやすいのかなと思います、お遠足くらい、まあ、秋ここは狙ってきた男を落としたいなって思うところではありますので、これライブでライブでお城を落としたいなって、なんか何かめっちゃかっこいいみたいな、ちょっとね、いいやん、いいやん、そういうのにめっちゃよくない、いいやん、今ここに10の、あ、めっちゃいい、あ、分かりやすい、難しいなって思う、グレーと赤で、うん、ライブの時もこれ持っとかなあかんけど、うん、ええんちゃうかなって思います、はい、シャキーン、シャキーン、おしまい、はい、ということで私たちの秋先取りコーデいかがだったでしょうか、チャラチャーっていう感じで、なんと今シーンでは年に4回しかない秋の大感謝祭セールをしてるんだって、すごいよね、90% オフ、はい、になってる商品とかもあるみたいだよ、絶対チェックしなきゃいけないね、いつも通りクーポンコードも発行されているから、これまたお安くお安くがゲットできちゃうね、はい、じゃあこんな感じで今日のシーンの動画は以上になります、キュン、なんじゃんそれ、チャンネル登録、高評価